ウィリアム・オーガスタス、カンバーランド公爵ウィリアム・オーガスタス、ウィリアム・オーガスタス、デューク・オブ・カンバーランド、1721年4月26日から1765年10月31日は、イギリスの王族、軍人である。イギリス国王ジョージ2世とカロリーネ・フォン・アンスバッハの三男として生まれ、1726年にカンバーランド公に叙された。一般には、ジャコバイト蜂起による1746年のカロデンの戦いの血が有名であり、屠殺者カンバーランドというあだ名でも知られている。カロデンの戦いの後の軍事経歴は華麗ではあったが、ことごとく失敗に終わり、1757年のクローステルツェーベン協定のは戦場に赴くことはなく、政治と競馬に関心を向けた。1721年、レスターフィールズ、現在のウェストミンスター、レスタースクエアのレスターハウスで生まれた。ここは祖父であるジョージ1世がイギリス国王として即位した後に両親が移りんだ場所であった。ウィリアムには名をやに、プロイセン王、フリードリヒ・ヴィルヘルム1世やゾフィー王妃、ウィリアムの父方の叔母がいたが、王や王妃自身ではなく、代理の人物が務めたと言われ、1726年7月27日、わずか4歳にして、カンバーランド公、ハートフォードカウンティのバークハムステッド公爵、サリーのケニングトン伯爵、コーンウォールカウンティのトレメートン子爵、そしてオルダニー島の男爵に叙された。幼いカンバーランドは、母カロリーネが家庭教師としてエドモンド・ハレーを雇ったこともあり、質の高い教育を受けた。他の家庭教師、事に応じて、カンバーランドの代理人でもあったとしては、母のお気に入りのアンドリュー・フォンテーヌがいた。ハンプトンコート宮殿には、ウィリアム・ケントによって、彼のために広く立派な部屋が作られた。長兄の王太子フレデリック・ルイスは、カンバーランドと国王の所領を分け合うことを提案し、フレデリックは、イギリス、カンバーランドは、ハノーガーをと持ちかけたが、結局無に返した。カンバーランドは、子供の頃から勇敢であり、肉体的な能力にも優れていて、それが両親のお気に入りだった。4歳の時に第2歩兵このエレン隊に登録され、バス勲章を授与された。国王夫妻はカンバーランドを海軍本部に入れるつもりだった。1740年、カンバーランドは志願兵としてジョン・ノリス指揮下の艦隊で、がすぐに海軍に嫌気がさし、代わりに、1741年2月20日に第1、この F 兵連隊の大佐の地位を約束された。1742年、カンバーランドは陸軍少将となり、翌1743年に初めて自らが戦う戦場を目の当たりにした。勇猛な息子、マーシャル・ボーイと言われたカンバーランドは、デッティンゲンの戦いの勝利を父と勝ち合い、この戦いで足に、マスケット銃による怪我を負ったが、戦後陸軍中将に就任した。1745年、カンバーランドはイギリス陸軍総司令官の称号を得て、経験がなかったにもかかわらず、フランドルでイギリスとハノーファー、オーストリア、オランダ連合軍の総指揮を取った。当初カンバーランドはフランスに攻撃を仕掛け、パリ攻略に持っていく流れを作りたがったが、顧問の軍人たちから敵軍が圧倒的な数的優勢に立っているため不可能であると説得された。やがてフランス側の意図がトゥルネイを取ることであることが明らかになり、カンバーランドはモーリスド、サックス元帥が包囲しているこの町の救援に向かった1745年5月11日のフォントノワの戦いの結果、イギリス・オランダ・オーストリア連合軍はフランスに敗れた。敗因はサックスがイギリス軍相手に戦場を選び、近くの森に狙撃兵を多数配備したのに対し、カンバーランドは作戦計画を立てた時点で森に兵が隠れているという脅威を無視しており、代わりにフォントノワの包囲に先進して、近くにいたフランス軍の主軍に攻撃を仕掛けたことと、フランスの拠点への攻撃の集中で、連合軍が勝つだろうと多くが思ったにもかかわらず、森から狙い兵を追わなかったこと、フォントノワを陥落させようとするオランダ軍のために、カンバーランドの兵が撤退せざるを得なくなったことなどであった。この戦いの後カンバーランドはしばしば戦術を批判され、特に森を抑えておかなかったことが批判の対象になった。この戦いが終わらないうちに、カンバーランドはブリュッセルに退却せざるをなくなり、ゲント、ブルージュ、オーステンでの陥落を阻止することは不可能になった。カンバーランドは当時のイギリスの将軍では主導的立場にあり、1745年のジャコバイト蜂起でチャールズ・エドワード・スチュアート、若王位戦勝者の王位奪取を断固阻止する任務を受けた。カンバーランドの就任は人望を集め、国民と部隊との士気を高めた。フランドルから召喚されて以来、カンバーランドはこの反乱を抑えるための準備を続けてきた。ジャコバイト軍はイングランドに向けて南進しており、イングランドのジャコバイトが蜂起して彼らに合流することを望んでいた。しかし、マンチェスター連隊のような限られた支援しか受けられず、ジャコバイト軍はスコットランドに撤退した。カンバーランドは指揮下のミッドランド軍に加わり、敵の追跡を始めた。ジャコバイト軍がダービーから北へと撤退を始めたからである。1745年12月、ペンリスに着いたところで、ミッドランド軍の先鋒部隊がクリフトンムーアに撃退され、カンバーランドは撤退中のスコットランド軍に追いつく、望みはないことに気づいた。カーライルを取り戻した後、カンバーランドはロンドンに召喚された。ロンドンではフランスの侵略を想定しての対戦の準備が進められていた。1746年1月のカンバーランドの代わりに指揮を取ったヘンリー・ハウリーの敗北はイングランド国民の恐怖をかき立てた。この時、雨あられと降りかかる拳銃の弾の中で80人の竜騎兵が倒れていった。これがフォルカーク・ミューアの戦いである。1746年1月30日にカンバーランドはエディンバラに着き、すぐにチャールズの探索に入った。アバリーンまで遠回りをして、来たる戦闘で彼の指揮下となる装備を整えた部隊の鍛錬に時間を費やした。カンバーランドの鍛錬は、まず、射程内に敵が入るまで射撃を行わないこと、一度射撃すると敵の右側を銃剣で突くことだった。こうすることで相手の剣を掲げた腕の下に入るからだった。1746年の4月8日、カンバーランドはアバディーンを出発してインバネスに向かい、4月16日に天皇さんとも言うべきカロデンの戦いを戦い、チャールズを完敗させた。カンバーランドは兵たちにジャコバイトの反逆者の残党に対して容赦ない攻撃を加えるように命令した。このジャコバイト軍では、フランス軍の兵や、イギリスや、アイルランド生まれの者も正規な兵士とされていた。カンバーランドの軍は戦場をくまなく歩き回り、まだ息のある敵兵を突いて去っていった。カンバーランドは、足元に横たわっている、負傷兵が、反乱軍であると知り、少佐にその者を撃つように命じた。少佐が命令を拒むと、一兵卒にその任務を果たすよう命じた。その後イギリス軍は、ハイランドのジャコバイトが支配する地域での、いわゆる平和活動に乗り出した。反乱軍は皆殺され、兵士でない者も殺された。反乱軍に関係した集落は焼かれ、家畜は大々的に没収された。100人以上の反逆者が、絞首刑にされた。女たちは投獄され、多くの人間が裁判のため船でロンドンに運ばれたが、8ヶ月に及ぶ旅の途中でその多くが死んだ。屠殺者は政治絡みの皮肉として、ロンドンで最初に記録に残されたものである。兄で王太子のフレデリック・ルイスは、父王の代理で従軍する許可が下りておらず、カンバーランドへの悪意のある攻撃を奨励しているようにも見えた。カンバーランドによって、すぐに戦争が終わったと言っても過言ではない。スコットランド住民の大部分、そのスコットランド人以外のイギリス国民、そして植民地の住人がジャコバイトの威嚇からの救世主として彼をもてはやした。その一例としてカンバーランドはグラスゴー大学から名誉学位を授与されていた。カンバーランドは野営地にかなり厳しい規律を設けていた。彼は任務と判断したことを実践する際、兵をエコひいきせずに使った。そうでありながら、彼の注意を引くような特殊な場合には、温情的に自らの影響力を行使した。何年か後、ジェームズ・ウルフがカンバーランドについてこう述べている。コーはいつも高貴で寛大な人物である。カンバーランドの勝利の効果は年間2万5,000ポンドの支出がなされることが決定したこと、さらにその上王室費からも経費が出ることが認められた。またウルフやコンウェイにはカンバーランドがパトロンとなっていた。この勝利の神への感謝の祈りがセントポール寺院で捧げられ、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが特にカンバーランドのために作曲したユダス・マカベウス、征服せし英雄が初演された。1746年のフランドル方面作戦にはカンバーランドは参戦しなかった。この時フランスはブリュッセル方へ大きく前進し、ロクールの戦いで連合軍を破った。翌1747年、カンバーランドは大陸へ戻って連勝を続けているサックスにもう一度戦いを挑み、1747年7月2日、ローフェルドの戦い、バルの戦いで大敗を喫した。ここは、マーストリヒトの近くであった。この戦いとベルヘン、オプゾームの戦いで、両軍は交渉の席につき、1748年にアーヘンの和約が結ばれて、カンバーランドは帰国した。カロデンの戦い以降、カンバーランドの人気は、下り坂となっていった。これが政治で名を成すことへの妨げになった。フレデリック・ルイスの死によって、その王子であるジョージが次の国王に決まり、カンバーランドは摂政の地位が可能であったにもかかわらず、その地位に自分がふさわしいと主張することができなかった。妥協策として、摂政の地位は、王太子未亡人のオーガスタに付与された。オーガスタは、カンバーランドを敵とみなしていたが、彼女の権力は大きいものではなく、12人からなる、委員会の助言を受けることになった。その委員会の筆頭委員はカンバーランドだった。1757年に7年戦争が勃発し、カンバーランドは偵察軍、アーミー・オブ・オブザーベーションの指揮官となった。これはイギリスがドイツ兵を雇って作った軍で、フランスの攻撃からハノーバーの軍を守る目的があった。1757年7月26日、ハーメルン近くのハステンウェックの戦いで、カンバーランドの軍はデストレ公爵の特別部隊に敗北した。戦闘の終盤に向けては、カンバーランドに有利に展開したものの、軍は退却を始めた。射程に入るまで敵を撃つなという規律は崩壊し、軍勢はバラバラになって北を目指した。カンバーランドは海軍が兵員と物資を持ってきて、それによって、再集合と反撃が望めると期待したが、イギリス軍はカンバーランドに支援をする代わりにロシュフォール襲撃の準備に入っていた。その軍がカンバーランドの支援に派遣されるべきという意見があったのに、それは実現しなかったのである。1757年9月までにカンバーランドとその軍勢は北海沿岸のスタードの城塞に退いた。国王ジョージ2世はカンバーランドに単独講和のために任意で使える軍をよこした。リシュリュー公爵指揮下のフランスの包囲を受けたカンバーランドはクローステルツェーベン協定に同意した。1757年9月8日のツェーベン修道院でカンバーランド軍は解散させられることになり、ハノーバー領の大部分はフランスに占領された。ロンドンへ戻ったカンバーランドは講和への交渉を進める許可を事前に得ていたにもかかわらず、父王から手ひどい待遇を受けた。カンバーランドとの謁見で、ジョージ2世は、この息子は、私の名を辱め、自らを貶めたと発言した。これに対して、カンバーランドは、軍やすべての公職から身を引き、私人として生活することにした。また、1757年に、ヨーロッパに出陣する際、カンバーランドは、ウィリアム・ピットと対立しており、戦場に行く見返りとして、ピットを解任してほしいと父王に要請した。ピットは一旦退いたが、その後復帰した。その後、カンバーランドの敗北により、ピットは自由に戦略を立てることができるようになった。ジョージ2世もピットの考えを受け入れるようになっていた。ピットは、ハノーファーより、北アメリカの植民地を優先させており、カンバーランドが目指したヨーロッパの攻防よりも、遥か上を行く構想をピットは立てていたのだった。この時のカンバーランド軍には、ジェフリー・アマーストがいた。アマーストはその後も、ヨーロッパの戦線に留まっていたが、1758年の1月に、本国からの指示で、カナダに出発し、この年の7月に、ルイブールの戦いで、フランス軍を破ることになった。カンバーランドの晩年は、1760年10月25日のジョージ2世崩御により即位した、甥のジョージ3世の治世の初めの頃であった。カンバーランドは国王への最も影響力のある顧問であり、第一次ロッキンガム内閣の組閣を手助けした。閣議は、ウィンザーの彼の住居であるカンバーランドロジー、またはロンドンでの邸宅であるアッパーグロブスナーストリートのいずれかで開かれた。デッティンゲンでの怪我が完治することはなく、肥満体であった。1760年の8月に脳卒中を起こし、1765年の10月31日にロンドンの邸宅で死去した。遺体はウェストミンスター寺院のヘンリー7世礼拝堂の神堂、ネーブの下に埋葬された。カンバーランドは未婚であった。カンバーランド公位は一旦消滅し、後に、甥のヘンリー・フレデリックが再度設けられたカンバーランド公爵に除された。カンバーランドは競走馬生産に力を入れ、1750年からウィンザーで馬産を始めた。ロド、エクリプスといったサラブレッド全史における最重要とも言える名馬を送り出したことは、カンバーランの功績であり、現代競馬に多大な貢献をしたと言える。グレートブリテン王国の栄転。学問関連、1725年7月20日、君主の孫として、カンバーランドは、グレートブリテン王国の公式門の使用を許可された。この時の紋章は、銀の地に5つの星、真ん中の星に、赤の十字、それ以外の星は、赤の関東、盾を背景にしている。1727年8月30日には、王子の公式門の使用を許可された。それには、星が3つ、中央の星に十字があしらわれている。バージニアのプリンス・ウィリアム軍は、彼の名にちなむ。アメリカ植民地には、他にも様々なところで、彼にちなんだ地名があり、カンバーランド川、カンバーランド峡谷、カンバーランド山脈などがある。2005年には、イギリス史上最悪の人物賞の18世紀部門賞を受賞した。スコットランドのネスコガンの集落フォートオーガスタスは、カンバーランド公にちなんで命名された砦の名称が地名となったものである。ウィンザーグレートパークには、カンバーランドの軍港を記念したオベリスクがある。このオベリスクにはこう刻まれている。このオベリスクは、国王ジョージ2世の王子カンバーランド公爵、ウィリアムの先行と父王への謝意を記念するという命令により建立された。この銘板は、国王ウィリアム4世陛下により刻まれたとある。現地のガイドによると、もともとは、カロデンの地名が入っていたが、ビクトリア女王がカロデンの地名を撤去させたということで、ある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。